おはようございます。来る11月7日の木曜日に開催いたします WBSS バンタム級トーナメント決勝、井上尚弥対ノニト・ドネア。いよいよ WBSS も決勝を迎えることになりまして、この2人、まさに生きた伝説、その2人の戦いになると思います。この WBSS 決勝、自分にとって今後最大のキャリアとなって、また次の、キャリアに向けてどんなに大切な試合かというのも自分で、自覚していますし、また皆さんが望む、期待というのも、自分自身、自覚しております。 Naoya is an incredible fighter. He's one of the guys that's one of the best in the division. And the only thing I can have, I met him a few years ago.And just the biggest respect of how much he's carried his career to where we are now. And ironically, we ended up being in this position, which is great. ドネア選手が培ってきたキャリアというものは、全て自分も見させてもらってますし、すごく尊敬している選手で、自分もまた勉強のためにテクニックを盗んでいた選手の一人でもあるので、すごくリスペクトしてますし、戦えることを本当に嬉しく思ってます。こちらお願いします。お願いします。まあタイプ的には自分と似たようなタイプだとは思ってるんですよね。ディフェンスもできますし、カウンターも出るし、ただやっぱまるっきり一緒ではないんで、そこをどっちがいち早く察知して反応するか、自分の距離にするか、そこが鍵ですね。もうすでに前哨戦が始まっておりまして、欠点がいっぱいある、ドネア選手がいて、ああいうところはもう気にはしない感じですか。いやもう心理戦ですよ、そこ。やっぱそうですよね、はい。まあ、ずっとドネア見てる側からすると、もう全盛期のドネアとは違うだろうっていう見方をしてるんですね。いやもちろん全盛期のドネアはいないんですけど、はい、それはもう多分誰が見てるんですか、はい、感じることであって、はい、でもその全盛期のドネアが崩れた決定の、一発のパンチを頼りがちになった試合っていうのがいっぱいあるじゃないですか。はいはい、そうです。自分のボクシングを見失った試合っていうのがいっぱいあって、はいはい、で今のドネアのキャリアっていうのはその失敗を修正してくるキャリアがあるんですよ。なるほど。ああなるほど。悪い部分を修正してくるキャリアってものは確実にあるんで、はい、そこだけが怖いですよね。うんうん、相手がやっぱ強い選手がしか出てこないシリーズなので、結構警戒されてるんですよね、ご本人に話を聞くと。でも結局その想像を上回って1ラウンド KO したり、まあ、前回は2ラウンド KO したりとかっていう、だからなんかその、まあ、僕もデビュー戦から見させていただいてるんですけど、最初はモンスターっていう愛称を大橋会長がつけちゃってかわいそうになと正直思ったんですね。でまだ体型も全然少年の体型だったし、そしたらなんか本当にモンスター化していくというか、試合をして1年ごとにこうどん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 大きくなっていって、で今回の WBSS で本当にその、まあ、世界的な存在、世界的なスターになるっていう、そこはだから本当にリアルなそのストーリーを見れる、そこをすごく立ち会えるっていうのは、僕こういう取材する側にとっても本当に喜びですよね。
ちょっと いやらしくない程度に。いやらしくない程度。ああ、そう。ありがとうございます。僕が怒られちゃいます。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。嫌なんですよね。みんなこれ撮っていくから恥ずかしいと思っていろいろやってきましたやっぱ叱られることも多かったんで、子供たちがそのたんびにこう、お父さんはこういう意味で言ったんだよとか、こういうふうに思ってるからあんたたちにこういう言い方したんだよとか、なおはそれで素直に、あれは素直だから結構素直にポッていく。タグに言うと今今みたいな、今だよ、今行かなきゃいつ行くんだよみたいな今でしょうって何だっけ、なんとかもどき、ヒョウモントカゲもどき、ご褒美もらっちゃいましたこういうとこが成功なんですよ。こういうの僕にしてくれないですか。ねえ、やっとこの日が来たかなっていうか、ずっと言ってたんで、まあ多分2人もそこを目標にしてやってきてると思う。ドキドキです。ドキドキもダブルですか。ダブルですね。 80% はタクの方で使い切っちゃうような気がします。最初アップしてるときはちょっと体重くて、今日どうしよう、流そうかなと思ったんですけど、ダメだと思って一層気合入れましたけど、買いました、はい、海苔サラダ、海苔サラダ、インダラを、そうですね、4つ。フグあります、はい、すぐ行っちゃいましょう。でもいつになっても表紙は嬉しいですね、やっぱり。今は練習前で60なんで、あと 6.5、 練習前で1週間こうキープしながら、501キロぐらい落としながらちょっとキープして、あと2週間ちょい、2週間あるんで、2週間でギュッと落ちてました。始まるね、減量が。ほんとそれだけです。無事に、もう勝ち方は何でもいいんで、とりあえず勝って終わること。やっぱりどんな手を使ってでも、勝たなきゃ先がないので、しっかり勝ってなお応援に付きたいです。楽しみだね。楽しみですね。
明るいティコダウディですか。ダウまあ、会長から電話いただいたときにちょっと奥さんに聞いてみろって言われて、家族で相談してみてって言って奥さんに言ったんですけど、井上くんだけはやめてって娘がお腹にいたんで、試合でもし自分が KO 負けしたらショックで流産しちゃったりとかあるかなと思ってたんですけど、で終わってすぐ奥さんに会ったときにすごい清々しい顔してたんで、なんか良かったな、良かったのかな、でもいや良かったですね、清々しい顔して。なんか一番っていうか全部がすごいんですよね。こんなにこう一つのレベルが高い選手が。もうどれを取ってもグンといってるんで、ジャブがもう普通の人っていうか、まあ選手の右ストレートぐらいに強くて、でこっちの利き腕の右はその3倍ぐらい強くて、バーッともらった瞬間こう頭が割れるかなっていうか、強かったですね。いやもう思いっきり戦ったんで、それで KO 負けしたんで、いや井上君本当自分を選んでくれてありがとうございましたって気持ちで、もうこれからどんどん頑張ってほしいなという気持ちでした。はい、雑にならないぞ、前の手前の手前の手、カウンター。井上選手はパンチも強いし速いし技術も卓越してるしって、まあ、言うことない選手だったんですけど、まあ、唯一勝てる部分っていうのはその、まあ、体の強さですかね、体幹の強さとかそういうところがやはり私の方が大人であったので、結構プレッシャーをかけて押し潰そうというような、まあ、戦い方をしようと。第2ラウンドに井上選手にこうダメージを与えて、第3ラウンドの時に疲れ果てているように、まあ、私には思ってたんですけど、その時にですねラスト30秒ぐらいですか、2分30秒過ぎた時にワンツーがバーンって自分にクリーンヒットしたんですよ。でそれから井上選手がものすごいラッシュを仕掛けてきて、今まであんな疲れ果てたのにその一発の私が弱みを一瞬見せた部分でかなりこう迫ってきて、で結局ゴングが鳴ってすぐ救われたんですけど、僕はもっと敬意を込めて勝負強さなのかなと、その勝負だと思った時にガッといく、憧れるとこだらけですけどやっぱりおごらずに自分のやるべきことをしっかり、あの基本ですけど、あんな高いレベルにいても基本なんですよね。そういうところはやっぱりあの例に出して学生たちにも教えていきたいなと思ってます。